オートああ今までの車ってさ、ほらオフ、あと車幅とでオンでしょ、ライト、うん、まあ、ロービームね、この3種類じゃん、今4つじゃん、うん、分かるくなっちゃうのよ。いらないのよ、あの暗くなってきたらオートでつくっていう、暗かったら自分でつけっからっていう話ね。はい、ムトベ PA でした。はい、リア用の
フロントのデボッカーを、フロントローラーですか、違うんですよ。それだけじゃないんですよ。どこやってるの、デボッカー。いや、違うんです、こっち、ここ。ここら辺が雲の時ってあるでしょ、あるある。ここにも効いてるの。前々から、これ、この吹き出し口今出てるでしょ、こっち手やってみて、あ、出てる、出てるでしょ、切るでしょ、そうだよ、ついてない、ついてないでしょ、うん、そうなんですよ。で、これ向きを見るとこっちに向かってるんです。あー、そうね、うん、でこっちにもあるのやっぱり、うん、でこう向いてるのよ、角が、うん、で、前々からこれは何本だろうなとは思ったの。あー、でも、なんか別にまあ何でもいいやなんか、まあ、なんか空気が出るんだねっていうぐらいに思ってたんです。で、昨日、一昨日ぐらいにお前が運転してる時に、うん、こっちが曇ったわけ、うん、でちょっとこっちも曇りそうな気配が漂ってたから、うん、あ、じゃあ曇る前につけようってペッてつけたの、うん、そしたら、まあ、こっちは曇ってないから分かんなかったんだけど、うん、ほんでね、あの、やったって曇ってないから、まあ、こっちの曇りが取れちゃったの、うん、あって、これでと思って知らんかったの横が曇り取れてるわ、ね、あの、うーっと手やってみて、あ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 、これすごい、これデボッカなんだって全然知らなかった。知らない、知らないでしょ。デボッカ昨日ぞ、見えづらいなって言うか、で、僕はやっぱり揃えてね、はい、さあ、そこメニュー入れた方がいいかな、120円、最近は食べない、食べない。え、でも今日も早く閉まっててそうかな、食べてる、最近ね、
まだやってはいる。じゃあ、食べてみよう。知られてない曲だけど TM でと TMN になってからの曲だ。
星空満点のところで聴きたい曲ナンバーワンですね。まあ、ここかも。うん。ここは押してるよ。押してる。